はい、始まりましたね。わなきみラジオ2回目ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、今日は真野先生とキミラ2人だけではなくて、一応ゲスト、まあ間でちょこちょこ話を挟んでもらえばいいかなと思うんですが、医療映画館中里美先生も、収録に一緒に来てくれてますので、何か言いますか、一言。こんにちは、中里美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、この声が聞こえたら中里美先生話してんだなと思ってくれればいいかなと思います。でですね、今日は最初に枕っていうんですけど、まあ、落語の始まる前とかにこうちょっと話すみたいな、落語家さんが話すみたいなの、まあ、キミラと真野先生それぞれで少し話をしてから本題に入っていきたいなと思っていますが、いいですかね、そんな感じで。います、そんな感じでやらせてください。何話そうかなっていうのはそれぞれ考えてきてるってことなんですけど、僕はですね、まあ、結構あの本を読むのが好きで、読書家ってわけでもないんですけど、好きな本をこう読んでそれをまあ感想として SNS とかにも上げてて、ちょっとチェックしてもらえればいいんですけど、医療英語学科のインスタグラムとかツイッターとかでハッシュタグでキミラ文庫っていうのをつけてますので、まあ、僕が読んでこう感動したり心が動かされた本っていうのを何個か紹介してるんですよね。でまだこれは紹介してない本なんですけど、波多野博さんっていう写真家ですね、写真カメラマンの方で、その方が書いているなんで僕に聞くんだろうっていう本を今読んでまして、この本の話をちょっとしたいなと思うんですが、あのカメラマンの人で本を書いてるって人は多分他にもいっぱいいると思うんですけど、波多野さん、あのがんですね、多発性骨髄腫っていう、まあちょっと重い病気というかがんなんですが、これが、発症して、まあ、2018年頃にはもう余命も宣告されちゃったということで、まあ、自分としても分かってる、亡くなるというか死ぬのが分かってるっていうような状況の方なんですが、この方が書いてる本なんですね。で、このがんになって波多野さんのもとにすごい質問とか、なんでこれ僕に聞くんだろうみたいな質問がいっぱい来るようになったということで、それに対してこう一つ一つ向き合って回答していくっていうのを集めたような本になってます。で、まあ、いろいろ学ぶこととか、あ、そうだなって思うことあるんですけど、波多野さんがこの中で心がけてるのが、その一つ一つの質問はいろんな人から来る質問なんですけど、基本的には自分の息子さん、子供にこう聞かれたらどう答えるかなっていうのを考えて一つ一つ答えていってるっていうのを書いてました。僕も子供がいるんですけど、波多野さんの言葉すごい染みまして、なんか子供と向き合う時に確かにこんなこと聞かれたらどう考えるかなっていうのを常に考えながら読んでいくと、まあ、途中でこう涙も出てくるような部分もあったりするんですが、一つ波多野さんは絶対嘘をついてない感じが僕はすごい感動するなと思って、そういうところを見ながら、なんかまだ半分ぐらいしか読んでないんですけど、最後まで読んでって、またこれはね、キミラ文庫の方に感想を出していきたいなと思っているところです。僕は健康に生きているので、そこまで、気持ちがわかるとかいう簡単なことは言えないんですけど、波多野さんの言葉すごい人の心を動かすようなものばかりだと思いますので、ぜひ皆さんにも読んでもらいたいなと思います。もう一度言いますが、波多野博さんのなんで僕に聞くんだろうっていう本ですね。この本とても、心揺さぶられるものだと思いますので、気になった方は読んでもらえればいいかなと思います。はい、僕の最初の枕はこんな感じですかね。はい、本の話でした。はい、図書館にも、はい、図書館にも入れてもらったんですよ、キム先生がこの本入れてもらったって言ってたんで、はい、図書館にもあるので、ぜひ見てください。学校に来られるようになったらですかね。そうですね、はい、僕なんかネットっていうか Amazon で買って Kindle で買っちゃうんですけど、それで私もそうですね、 iPad とかで読んじゃうのが多いんですけどね。はい、図書館にも入ってる本は、広くみんなに読んでもらえると思いますので、ありがとうございます。はい、はい、君の先生は大体どのくらいのペースで本読むんですか？僕今、まあ、今ちょっと通勤がないんですけど、通勤がの時間で大体
早いと一冊読めちゃう時があるので、うん、往復で、はい、往復で4時間ぐらいで一冊読む場合もあれば、うん、結構分厚い本だったらちょこちょこ休んだり他の本を読んだりするんで1ヶ月かかっちゃうやつとか、あとは思い返してやると半年ぐらいかかってるやつとかもありますけど、まあ、バラバラですけど早いと1日の中で読めちゃうっていう場合もありますね。なるほどなるほど、いいですね。なんかね、速読とか早く読むっていうのはあんまり意味がないかなとは思って、なんか自分がこう感じたところとかをこうマーカーで引いていくとか、後で誰かに伝えるっていうので自分のものにしていくようなイメージを僕は読書から持ってますね。なんかたくさんね、学生のみんなにも本読んでほしいですよね。そうですね、ぜひぜひ。僕の名前はあれなんですけど、尊敬してる人がどういう読書をするかなっていうと、自分がこうこの人の考えいいなとか、この人の行動好きだなみたいな人が何を読んでるかっていうのを見て、そのおすすめしてる本からまずは読んでいくみたいなのを言ってる人がいるんですけど、まあ、そういうのもあると思いますんで、誰かがおすすめしてるのをまず読んでみるとか、何から読んだらいいかなって考えて、ちょっとでも気になれば読んでもらえるといいかなと思いますね。はい、そうですね、はい、本当そう思います。やっぱり本読むとね、なんか自分が体験してないこともね、体験できてるっていうのは、そうですね、すごい、はい、いいんじゃないかなとはいつも思っておいて、はい、まあ、本の話なんかこれからも話していきたいなと思います。はい、ありがとうございました。そしたらマノの枕を始めたいと思いますけども、一応どうしようかなってね、今日ちょっと朝木村先生と、スラックっていうね、これ SNS なんですかね、スラックって。なんすかね、ビジネスチャットとか、はい。まあ、これそれでね、今日どんな組み立てしますかみたいなやったんだけどね。で、なんか僕は一応この時間は自分のなんか生活の一部をちょっと紹介していきたいなと思っていて、でその生活って何なのかなっていうと、まあ僕らの世代の人はなんか里山ライフっていう言い方するんだけど、いや今の若い人に里山って通じないんじゃないかなと思ってて、木村先生に相談したら田舎ですかねっていう話が出てきて確かに今田舎でいいのかなと思って、でついでに思い出したのが、僕新潟出身なんですよね。でこれ聞いてる皆さんの中でも新潟出身の人いると思うんですけど、まあ、新潟以外でも言うみたいなんだけど、在郷っていうんですよね。田舎のことを在郷っていうんだけど、まあ、在郷とか、漢字もねあるような、もともとはちゃんとした日本語なんだけど、まあ、それがなまって在郷っていう言い方になるんだけど、田舎の生活みたいな感じですね。でそれ何のこと言ってんのかなっていうと、もともと僕が生物が好きだったっていう話もしたけど、まあ、なんか人の暮らしとかね、食べ物がこう身近に感じられるっていうのがすごくいいなと思って、今自分の生活はすごく満足してるんですよね。で何のことを言ってるのかなっていうと、じゃあ自分が食べる食べ物っていうのがその本当に近くで手に入る、で近くに手に入るっていうのは近くにスーパーがあるとかデパートがあるとか、そういう意味じゃなくて、近くで作ったものを育てられた植物、まあ、野菜とかで、そういったものがすぐ手に入る生活ができてるっていう実感で、あとはそうですね、本当に自然の中で暮らしてるっていう実感が、なんかこうなんか人間なんだけど生き物なんだなっていうのをなんか実感してるっていう気がしてるのが満足してます。で今日はね、実はタケノコの話をするよっていう話したんですけどね、実はこの時期になるとタケノコがどんどん出てくるんですけど、今日もねタケノコ3本取ってきました。で取って茹でて、で今日さっきお昼もねタケノコとお肉の炒めたものをおかずで食べたんだけど、じゃあそのタケノコは誰のタケノコっていうと、その竹はね実はお隣のお家の竹なんですよね。でうちの家の隣の家とはもちろん割とこういう田舎の生活をしているので、ご近所付き合いってすごく大事で、ご近所の人と仲良くしとくと、じゃあ真野さんの家の近くに生えたやつは自由にどんどん取ってくださいって言われてていやいつもすいませんねって竹が向こう行っちゃってみたいな感じなので全然取っちゃってくださいって言われてるんですよ。で今日も取って食べちゃってるんですけど、すごい美味しいんですよね。でもう当然
朝取って朝茹でて食べるので全然あの調理も楽だし、あのそんななんか難しいアク抜きとかもいらないぐらい、まあ、あの一応ね朝ご飯炊くときに研ぎ汁で、竹を茹でて、でそのまま、まあ、冷蔵庫でしばらく1週間ぐらいは全然持つので、それをいろんな料理に使っていくんだけど、そんな暮らしってすごく、人間らしいんじゃないかなと思ってて、まあ、自分で実際には、まあ、畑やったりしてるわけじゃないんだけど、近所の方が畑をやってるので、なんか常に持ってきてくれるんですよね、食べますかみたいな感じでね。で、まあ、そういったものとかね、まあ、あとは買い物もそうですね、あの割と、まあ、スーパーはもちろん使うんですよ、スーパー使うんだけど、あの地元のお肉屋さんとか、あの八百屋さんとか魚屋さんとか、まあ、そういったところ割と行きたいなっていうふうに思っていて、でそういうところに行くと、実はあの地元のお肉屋さん、本当にお肉屋さんでお肉買ってくるとゴミが出ないんですよね。で何のこと言ってるのかなっていうと、結局スーパーで買うとトレーダーのあのサランラップのいっぱいゴミが出てくるんだけど、地元の、まあ、個人商店のお肉屋さんなんかで買うとですね、あのまあ本当びっくりするほどゴミの出る量が違うっていうのが結構皆さん体験してもらうと驚くんだけど、なかなか俺都会で暮らしてるとそういったこともできないんで、まあ、それこそちょっとねこの新型コロナの騒動が収まったら、まあ、大学の近くにねそういういろんないいお店もどんどん紹介していきたいなと思ってますので、まあ、楽しみにしてもらえればなと思います。で僕自身はこの枕の時間では、田舎暮らしというか、まあ、田舎暮らしなんだけど、そうだな、食品学って生物多様性とかあとは食物連鎖とかってすごく関係してくるので、そういったところとちょっと関連付けながらお話しできればなと思います。でちなみにクイズですけども、竹ってすごい一日でむちゃくちゃ伸びるの知ってます？ヒュッと、なんだ、昨日まですごいちっちゃかったもう竹のこのちょっとちっちゃいものが目を離すとすごい1メートルで、また目を離すと何メートルにもなっちゃうんだけど、うん、なんでか知ってます？そんな伸びる植物ってないですよね。いや、わかんないですね。わかんないですね。わかんないですけども。普通植物って成長点って習うよね。何年生で習うか忘れちゃったけど、成長点になって成長点で伸びていくんだけど、竹はあの節ごとに成長点があるから、なるほどな、倍速で伸びていくんだね。なるほどなるほど、節が10個あれば10倍速で伸びていくっていう、まあいろんなところに学びがあるなと思って。確かに、じゃあ人間の足の骨がこう何個も何個もある感じで、そうですね、大腿骨が何個もあってすごい大きくなっていくみたいな、そんな感じですね。あれですよね、竹は花が何年かに一度とか、あ、そうそうそう、珍しいんですよね。竹が花が咲いちゃうと枯れちゃう説もあるんだけどね。あ、そうなんですね。はあはあ、うん、なんか、結構ね、あの里山の話を真野先生がしてます。里山の反対が何ていうんですかね、深山っていうんですかね、深い山みたいな、あの、うん、山の奥じゃなくて里っていうか人が住んでるところに近い山っていうんですかね、町に近い山みたいなイメージですかね、里山。そうですね、そうですね、まあ山って本当の大自然だったら本当に自然でこう循環していくんだけど、人の暮らしが近いところっていうのは人が手を入れてがないと維持できない。だから竹やぶなんかは今里山の竹やぶって結構ボーボーになってて、あの枯れてっちゃうんだよね。でそうじゃなくて、こう竹はある程度出てきたら切ってあげて、で古くなるとやっぱ枯れちゃうから新しいの、ここは増やそう、あの大人にしよう、ここは切っちゃおうとかってやっていかないとボーボーになって今度枯れちゃってみたいなことが起きちゃうんでね、あの里山の基本は人がこう手を加えるっていうところに、人と自然との関わりかな、そこにポイントがあるような気がしますね。なんかあの都会ってこう結構人が密にいて、人と人との距離が、まあ、今の時代ですけど3密を避けるとかありますけど、まあ、密な空間が多い中で、案外人と人とのなんていうんですかね、心の距離みたいなのがそこまで近いように感じられる出来事ってあんまりないのかなと思うんですけど、今日の真野先生の話だとこう、まあ、お隣さんなんかはもちろんですけど、近所の人との付き合いっていうのが距離感近くできるのかなっていうのもありますかね。
そうですね、やっぱり田舎の生活って本当近所との関わり合いっていうのが非常に大きいかなと思いますよね。ちょっと都会では考えられないような付き合い、近所の方との付き合いっていうのがあるかもしれないですね。うちも裏が畑なんでよく、すんごい量のネギもらったりでっかいキャベツもらったりとかするんで、そういう意味ではありがたいんですけど、そういう関係があるっていうのは、ね、社会的にも有益なことだと思いますんで、ぜひ大学に来れるようになったらね、まあ、オープンキャンパスとかで来てもらってる学生さんたちは分かると思うんですけど、まあ高い建物が多分そこ城西大と隣の医療科学大と明海大ぐらいじゃないかぐらいですよね。大きい建物が周りにあまりないの で、見渡す限り川と畑と山って言っても過言じゃないぐらいの環境なので、まあ、そこでしか見れない学べないことをぜひね、通学が始まった時には感じてもらえるといいかなっていうことで、そんなお話にもつながるような枕でしたかね。我々やっぱり食を、まあ、勉強して、で自分たちで食べるのも好きっていうことで、やっぱり日々の食にはこだわりと言いますか、まあ、美味しいものを食べたいとか旬のものを食べたいとかありますが、そういう意味では大学で勤めてるので大学の近くのお店っていうのは結構こう気にしてみるというか、ここはいいなとかここまた行きたいなみたいなお店が結構ありますよね。そうですね、たくさん本当はね紹介したいお店いっぱいあるんだよね。そうなんですね、ここぜひ行ってください、ここ行ってくださいとか、お昼にはここいいですっていうのをちょっと言いたいんですが、今ねお店で食べるとか、まあ、やってないっていうお店もあると思いますので、まあ、なかなかそういう状況ではないんですけど、まあ、例えば真野先生だとどこがいいとかありますかね。なんかここのお店はよく行くんだよねとか。なんかちょっとね最近は難しいけど、昔は必ず紹介してた店っていうと、まあ、いくつかあって、まあ、学生さんが行きやすいなっていうことであれば、まあ、城西大学ね川門っていう駅にあるけど、はいはいはい、とりあえずそこに乗り換える前の坂戸っていう駅があるんだけど、はい、坂戸駅にある南口にのイタリアンのお店かな、アルパッソっていうお店があるんだけど、ね、そこなんかは必ずね紹介してたね。いいですよね、ここは。やっぱ結構研究室の歓迎会とかで使ったりとか、先生方の歓送迎会とか、あとは案外ミーティング打ち合わせとかでも使ったりとかも。そうね、使ったね。結構使ってますよね。で案外学生さんがアルバイトで入っててあれ我々がちょっと喋りづらくなるなみたいなのもあったりしてそんなのもありますけど、よく行きますよね、うん、アルパッソもお家が何住んでるところが結構この辺なので、はい、自分の庭で作った野菜とかもね、はい、出てきたりするんで、そうですよね、そうですね、すごくいいかなと思いますよね。そんなあとあれですよね、熊そうそう熊食べたんでしたっけ。熊とねイノシシも食べたね。イノシシのステーキがうまかったね。あそこ で僕今まで食べたイノシシの中で一番美味しかったなと思ってて今日すっごいいいのありますよってシェフに言われてイノシシのステーキって書いてあるのね、イノシシのステーキなんてあるんだと思って頼んでみたら本当美味しくて、ちょっと今までイノシシってなんかイノブタとなんかちょっと頭の中でこう混乱してて、もうイノブタ料理みたいなイメージだったんだけど、あ別物だなって思ったのがアルパソで食べたイノシシのステーキかな。それが一番衝撃。中里美先生も何かありますか。まあ今はあれですけど、よく行っているお店とか行ってたお店っていう意味では最近だとあれですかね、日菜のククーさんは結構、はい、ああククーさん、はい、はい、今はかなりやっぱ外出ができないからって言ってテイクアウトすごい今力入れてるみたいですよね、はい、もうテイクアウト専門にしてますみたいな。そうですよね、食べてたお店店内でわってなってるところもテイクアウトであったりしますんで、まあ、そういうのも普段は行ってたけどテイクアウトでそのお店の味がね味わえるっていうのはいいので行っ
ってみたいですよね。なかなかちょっと学校から車がないと行きづらい。そうですね、そうですね。ただ学生にあの紹介したりすると、あの歩いて行きましたとか電車で行きましたって結構いる。どの駅から歩いていくの、あそこ。北坂戸ですかね。北坂戸の子がいたので、北坂戸からまっすぐガーって行った。まっすぐですね。はい、で結構あのね、車持ってる子もいるので帰り道で寄りましたとかいう子もいるし。確かに、はい、で結構学生さんあれですよね、カフェ好きが多いから。うん、確かにそうですね。おしゃれだ。結構店内も可愛い、ね、可愛いですよね。いいですよね。パンケーキ、パンケーキですね。パンケーキが美味しいですかね。はい、我々も一回行きましたけど、今はあれなのかな、医療科学大のところでこうキッチンカーみたいな感じで、今はもうやってないんですよ ね、うん、が腰が痛くなっちゃったらしくて、キッチンカー結構腰にくるみたいで、ね、かがんでやったりするからね、はい、でもあの味が、あの近くまで来ていただいて食べれてたん で、嬉しかったです。今でもあのデリバリーも検討中みたいですよ、うん、そうみたいですね。あの、はい、なんかおこがましいですけど、こう応援するみたいな、うん、意味合いでも、でね、我々テイクアウトとかね伝えたらすごいいいですし、あのぜひ学校再開して通えるってなったら、なんかあ行きたいなってお店を今のうちに探しておくとかっていうのもいいですね。楽しみに、はい、ね、結構あの僕とか真野先生の授業だと、授業の最後だったり、まあ、あと絡みがあれば途中でも言うんですけど、おすすめのお店を紹介するんですよね。そうですよね。私学生の時、あ、私卒業生なんですけど、学生の時、ね、真野先生が紹介してくれた店にどっか行ったような記憶があります。一応多分ね、昔はその僕食品材料学だったと思うんだけど、はい、多分中里美先生の頃は、でその時扱った食材が美味しい店っていう一応コンセプトで考えてやってたんだよね。ほとんど覚えてないですけど、例えば分かんないけど、あの根菜類の話だったら、なんか根菜類が美味しい店とか、魚の話だったら魚の美味しい店とか、一応なんか関連付けてやってたつもりなんですけど、そうですよね、でもこうやって記憶に残ってるってことは、なんかね、多分テスト今やっても無理だと思うところで、なんか先生がお店の話してたなみたいなのは記憶に残ってるわけですもんね。そうですね、なので、はい、こんな話があの授業とかでも、まあ、オンラインでもできなくはないと思いますので、こういう形で伝えていったらなと思います。僕も去年の食品機能学とかで、食品科学の授業とかでもおすすめのお店行ってたんですけど、あの授業が終わった後とか、ちょっとした後で、先生あそこ行きましたよとか、あそこのお店こっちにもありましたとか、こっちのお店の方が美味しかったですとか、なんかいろいろ学生が言ったりしてくれて、結構あの自分たちでこう開拓したりもしながら学んでくれてるなって感じれたので、まあ、こういう紹介をどんどんやっていきたいなと思いますね。あれですかね、僕もどっかおすすめをっていうと、そうだね、金田先生のおすすめ、そうですね、あの鶴ヶ島ですかね、ちっとした鶴ヶ島駅になるんだと思うんですけど、あの蔵王飯店っていうところがありまして、あの蔵王っていうのは山形のあの蔵王に、中国料理っていう意味で飯店ですね、飯の店って書きますけど、蔵王飯店はもうめちゃくちゃ美味しいですね。田村さんっていうシェフがやってますけど、中国料理ですね、すごい美味しくて、僕たちのあのスタッフで大沢先生が、新しく入った時の歓迎会、蔵王飯店でやったんですけど、その時はコラーゲン祭りってことですごかったですよね。あの時は凄まじくコラーゲン尽くしの料理で、はい、フカヒレから、中国料理でコラーゲン尽くしってすごい材料だからね。すごいね。出てきたけど。高そう。はい。すごくて、あれはもう感動的でしたし、あのもちろん料理全部美味しくて、もともと田村さん、あの、何でしたっけ、ディズニーの。ミラコスタ。あ、ミラコスタ。ミラコスタで、あの中国料理のところのシェフをやられてた方で、お父さんがやられてたお店を今、ついでというかやってるシェフになりますね。もちろん腕は確かなんですけど、素材とかもあの地元のものを使うっていうのも意識されてますし、鶴ヶ島サフランを、売り出そうとしてて、サフランのすごい綺麗な黄金のスープの麺だったりとか、結構その地元のものにもこだわってますし、あそこはぜひ行ってほしいんですが、ここもちょっと駅から遠いですかね。
どこも駅から遠い。アルパスは高田駅から歩いて全然行けるんですけど、ね、福井と蔵王飯店さんをちょっと歩きますかね。そうですね。それでも行く価値はあると思いますし、蔵王飯店さん今やっぱりテイクアウトとか日替わり弁当、小学校のとかがちょっと今仕事としてないということでテイクアウトをよくやっているということですし、お弁当もすごい美味しそうなの作ってますので、ぜひ近くで、ね、一人暮らししている学生さんとかいれば頼んでみるといいかなと思いますね。ちなみにアルパストもあれだね、ピザは昔からテイクアウトできるし、あ、そうなんだ。ドルチェは奥さんね、パティシエ奥さんが手作りで作ってて、ドルチェもむちゃくちゃどれでも美味しいので、なんか、ね、ドルチェとピザなんかをテイクアウトでっていうのもね、いいかもしれない。あ、そうですね、アルパストは行ったら結構料理のボリュームもあるんですけど、最後ドルチェ食べたいからなと思ってついつい満腹になっちゃうぐらい食べちゃいますよね。あそこは結構美味しい。結構料理の話とかレストランの話とかしてると授業の時間を食っちゃうので、なんかあ、なんかやらなきゃいけないとこ終わらなかったみたいなのもたまにあるんですけど、学生たちの記憶に残ってくれればこちらとしてはいいかなと思って話したりしてますね。そういった意味じゃあれだよね、ぜひ学生のうちになかなかそこまでたどり着けないかもしれないけど、シェフとかと友達になれるようなお店を1個でも2個でもあるといいよね。で、そうですね、我々ね、蔵王飯店でも、アルパストでもククーさんでもなんかね、お店の人にと話してなんかいろいろコツとか聞いたりね、こだわり聞いたりできるんだけど、それは楽しいよねやっぱりね。そうですね、そういうのができるといいんじゃないかなと思うけどね。結構まあ、今言ったようなお店だったら我々の名前とかを言ってもらうと、そう、ね、あそこの学生さんなんだってことで話しやすいかもしれませんし、なんだったら今どこも SNS で情報発信しているところが多いので、 Facebook だったり Twitter だったり Instagram で発信しているところで、まあ、フォローしてみるとか、そこで、話しかけてみるとかコメントしてみるとかでもつながりは今持てるので、今お店がで食べなくてもつながってこう会話をしていけるっていうのもあると思うんで、ぜひ興味持ったところがあればまずは調べてもらえるといいですね。そしたらまあそろそろ今日も時間かなとは思うんですけども、はいはい、まあ、食べるのはすごくね楽しいことなんで、まあ、こんな時でも必ずねお家では食べると思うので、とはいえ外のお店に行くのも難しいのでテイクアウトとかね、あとはまた繰り返しになっちゃうけども自分で作ってもらってそれを記録に残すって、記録に残してできれば発信してもらう、ね、どんな形でもいいからまず発信してもらう。多分一番やりやすいのは多分クックパッドかな。クックパッドだったら匿名、自分のニックネームでも登録できるし、なんかやってもらうとなんかすごくいろんなスキルがアップするような気がするんで、ね、中里美先生がすごい得意なんですけど、でも自分でアップするならインスタの方が写真は楽かなと思いますけどね。インスタでもいいかもね。そうだね、インスタだったら写真があれば、ね、写真があればそんなに難しくないので、うん、ぜひやってほしいな。今度写真の撮り方っていうのもやりたいね。我々結構写真もこだわってるから。そうですね、インスタ出す時にどうすればいいかっていうのね、上手に撮れるとテンション上がりますしね。そうだよね、やっぱり逆説的な言い方ですけど、写真撮るために料理作る時もありますからね。なんかこういう感じの料理の写真をインスタで見て、あ、これいいなと思ってこれ作りたいと思ったところをした後に作ってみるとか、で結構そういうのやるとこだわりすぎちゃうんで、奥さんにそんないつまでかかるのみたいに言われたりするんですけど。わかりますよ。最後のものをきれいに作りたいっていうのは、そこがこだわれるようになると、まあインスタに上げていくのも楽しくなるかなと思います。そうですね、真似するのが大事ですね。真似なんか上手な写真を真似するのが一番近道ですね。真似るっ
ていうのが学ぶに変わったんでね、真似る、真似ぶ、学ぶに変わったんで、まず真似してみるっていうのはすごく大事なんで、そうですね、そうですね、ぜひぜひ、あの上手い人の写真の手本はいっぱい今ありますんで、どうやったらそう撮れるかなって自分でこう考えて試行錯誤してやってみて、で何だったらその人に直接コンタクトして聞いてみるとかでもいいですし、そんなのができる時代ですので、ぜひぜひ、あの自分から行動していろいろやってってもらえるといいかなと思います。そうですね、こういう時代だからこそ何か問題を見つけて問題を自分で解決するというところでしょうかね。そうですね、ぜひぜひ僕もあの本読んでて感動したらそのままその著者にメールして、今度大学で授業やってくださいとかお願いしたりもしてますんで素晴らしい、やってどんどん行動していくといろんないい方向、まあ、あの全てが、ね、うまくいくことはないかと思うんですけど、行動してみることでいろいろ変わってくると思いますので、ぜひ動いてもらえるといいかなと思いますね。はい、はい、じゃあ30分も話しちゃいましたか。結構長くなっちゃった、はい、あの結構あの昨日前回か前回の収録のも自分たちでも聞いたりするんですけど、 1.5 倍速ぐらいで聞くとちょうど良かったですね。初めて聞くと 1.5 倍だとちょっとなんか分かんないなって思う。 1.3 倍聞けるのかな。 1.25 倍が聞けますね。 1.25 倍ぐらい我々あのずっと喋ってるだけなんで、あれなんで他に変化がないんで、あれだなと思ったらちょっと 早送りのような形で、ね、聞くのもありかなと思いますので、ぜひぜひ聞いてもらって、で何かまたコメントとか質問とか、こういうのやってくださいとか、あの先生の話聞きたいですとか、そういうのも含めて、ご意見ご感想お待ちしてますので、ぜひぜひお待ちしております。お願いします。はい、じゃあ今日もお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。笠谷先生もありがとうございました。ひろこさんありがとうございました。はい、また来てください。はい、ぜひお願いします。これちなみにね、ズームで録音してます